皆さん、こんにちは。アンコウです。アンコウのオペラ砲弾萌えオペラ第107回、えー、2020年の、えー、2月の18日ですね。はい。えー、っと、僕が最近見た、えー、DVD で見たオペラについて話をしたいと思います。えー、っと、まあ、前回同じようなことで、えー、ステファン・ヘアハムのラ・ボエムをブロレイで見ましたっていうのを、えー あの、お送りしましたけども、えー、何回か前に。あの、今回も、えー、そのような、ちょっとこのオーソドックスでない、えー、まあ何がオーソドックスかっていう問題が <laughs> あるんですけど、まず置いといて、えーそ,うてえー、そういう、そういう、ちょっと一風変わった感じのね、そういう演出のものなんですよ。大変素晴らしいものに、 会いました、まあ多分ね、多くの方がもうすでに知ってらっしゃるんじゃないかなと思うんで、何,何を今更みたいな感じなんですけど、僕はちょっと知らなかったんで、えー、たまたま、あのー、よく、えー、まあ最近ね、こう自粛生活なんで、何かの都合がないと出られないんですけども、仕事の、あのー、前後にですね、えー、まあ、あの、ディスクユニオンとかに行って、いろいろなこのあさって、<laughs> いるとね。そこでまあ、これ無償そうだなと思って、こう、ピックアップして持ってきてみて。ええー、まあ、あのー、まあ、どれもこれも僕はオペラ大好きなんで、どれもこれもいいんですが、まあ、その中でも本当に、ちょっと、超、僕あのー、あ、これはすごいと思えたのであったんで、その話をします。 はい。その前に、えっと、あ、それは、えっと、椿姫なんですけどね。え、椿姫ということで、僕はちょっと、あの、忘れる前に宣伝をしたの、ね、で、いつも忘れちゃうんですすみません。あの、新しい配信のシリーズをスタートさせました。下の方に概要欄に貼っておきますけれども、えー、アンコウの楽しいオペラ解説ということで、えー、12回シリーズでやっております。えー、2回に1オペラということでやって、えー、初回が、えっと、椿姫です。 えっと、つ姫のことを非常に詳しく僕は喋っています。えー、オペラの、えー、好きな方、見るのが好きな方、えー、はもちろんなんですけども、えー、オペラのことを深く知りたい方、そして特にですね、オペラ、今、なかなか、えー、この一年なかなか難しかったんですけど、これからだん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 こう再開されていくと思われるわけですね。その中で舞台に立って、 自分が合唱団として、自分が歌手として、それを歌っていこうという人に対してですね、僕は演出家の視点から、オペラの場面を詳しく説明したりしてます。えー、ということで、ちょっと力を入れてやってるシリーズなんで、有料なんですが、ぜひ、あのー、聴いていただければと思います。えー、下の方に貼っておきますので、ぜひよろしくお願いします。はい。ということで,ですね、これです。はい。 ナタリー・ドゥセイの、えー、ラ・トラビアタ。エクサン・プロヴァンスの、えー、上演のものですね。2011年です。はい。エクサン・プロヴァンスというと、な、え、ん、ー、南普通ですね、えー。プロヴァンスというと、プロヴァンスの、海、えー、トリックというか、えぇ、ー、リ・プロベン・ザイル・マーリル・ソル。ね。このプロヴァンスですよ。アルフレード・ジェルモンが、えー、出身してきたところ。そこで、えー、やっているというね。 もうそのことだけでも、もうトリビア的には大変興味があるわけなんですけども、えー、これは、えー、ジャン・フランソワ、えー・シヴァディエっていう人が演出をしてるんですけどもね、大変に面白いですね。えー、そして、ルイ・えー、ローン・グレーっていう人ですか,ですかね、この人が、えっ、ー、と、指揮をしてる、えー、ロンドン・シンフォニー・オーケストラと、えー、エストニアン・フィルハーモニック・チェンバー・クワイアというものをね、やって、 るわけなんですけども、で、ナタリー・ルセイの他には、えー、えー、っと、チャールズ・カステル・カステル・ノーボさんが、えっ、ー、と、アルフレッド・ジェルモン、そして、ルドイフ・テツイエさんが、えー、ジョージョ・ジェルモンということで、えー、まあね、すごいんですよ。この人たち、本当に素晴らしい、誰も彼も素晴らしい歌手ですし、素晴らしい役者ですよね。まあそれは ナタリー・デセイっていう人がそうじゃないですか。この人、もう本当にあの、小柄な人なんですけども、全身を使ってこう表現をする人で、すごいですね。いや、僕はも、ま、う、あ、あの、トラビアタっていうと、やっぱりこれは、ヴィオレット・バレリーっていうこの主役のソプラノが、えー、超難役ですね。これ第一幕は、 リリコレッジェロの声が必要とされる。第2幕になってくると、ええー、あの、だんだんこうリリコの感じになってきて、第3幕になるともう、もうちょっとドラマチックな力で表現必要とされるっていう感じ。 声がどん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 こう重くなっていく。でも特にこの重いところはできるけども一番第一幕のセンプレリーベラの一番最後のところではクートを出したりっていうところまでできないっていうね。で、このオトセイさんはもともと非常にこの軽いソプラノなんでそういう意味で言うと初めの方が得意としている本来ですね。本来えなんですけどもでもえこの最後の方のところまでその表現力を持ちこたえさせることができる。 そういう表現を、ええー、持ち主。まあ大変僕は頭のいい人だと思うんですね。やっぱり彼女にしかできない表現の仕方っていうものをやってると思うんで、そこがすごいし、あのー、やっぱり、ええー、そのことをよく知っている演出家、ええー、あのー、まあ、 彼女がよく組んでる、るロランペリンもそうなんですけども、こ今回のこの、えー、シュバディエさんも大変そういう意味で素晴らしいと思います。このナタリー・デュッセイが、とシュバディエの関係がどうだったのかって僕はよくわかりませんが、その二人の底のところがもうお互いにこ、ね、ダッコールして、このうまい具合にこう理解し合ってやってるなっていうふうに思うわけですね。実はこれ、あの、これを見た後で知ったんですけど、つばき目ができるまでっていう、そういうものがあるみたいで、 映画のようなものがあるみたいで、まあ、これ僕、あの、見てないですあ。見てないんで、あのー、えー、まあ、もちろん見たいと思うんですけども、<laughs> あの、全部見てから中身が分かった上で話をするんじゃないかと、とりあえず僕はこれ、僕なりに見て、どういうふうに思ったのかって話をしようと思ってやってますんで、興味のある方は、それもご覧になってください。まあ、でもとにかく、この DVD ですね、これを先に、えー、っと、皆さん、あの、ご、ご覧になれる方はご覧になってい、 いただきたいなと思うんですけど、ヴ、え、ァ、ー、ージンクラシックから出ている、えー、DVD ですね、はい。これを見てですね、僕ちょっと一つ、あのすごく思い出したものがあって、これ何かっていうと、ずっと昔に見た、僕が大学生の頃に見た、カルロス・サウラの、えー、監督の映画、カルメンですね。これ、アントニー・ワレスっていう人が出てきて、フラメンコを の絵、えー、を取り入れてるんですけどもね。それでアントニオ・ガイダスでもその当時、えー、一世風靡していたフラメンコダンサーで、えー、あのー、なんですけども、その、要は、えっ、ー、と、フラメンコ団がカルメンを上演しようということを始めるんですね。んなんですけども、それ、その中で、その、えっ、ー、と、男女のもつれみたいなものが始まっていって、それが、そのカルメンの話を被っていくっていう、そういう、 話なんですけど、基本的に、この、えっ、ー、と、えー、シュァディエさんの、えー、ラトラビアタも、そのような形だというふうに言うことができると思うんですけど、その、えっ、ー、と、作りたいうのが本当に巧妙ですごいと思いました。 舞台はまずですね、この舞台裏みたいな感じというか、なんというか、僕はその、エクサンプロァンスのその舞台は見たことがないんで、本来がどういう風になったのかちょっとよくわからないので、あんまり正確なことは言えないんですが、その、えっ、ー、と、非常のですね、いろいろよくあります。奥にこの、ローホリンクっていうのがあるんですよ。ホリゾントクっていうのがあるんですけど、ホリゾント膜をこう上げて、舞台のその生の奥が見えてるような状況、それに近いような感じの、 ところにいろんな人がこういてですね、お客さんが入ってきてる、まあ客入れの時から、いろんな人がうろ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 してるっていうところから始まっていくるあ、これはなんとなくそういう、あのー、えっ、ー、と、バックステージ的なものを取り入れてるものなのかなっていうふうに、えっ、ー、と、思うんですけど、その中で一人、非常に目をつくのが、下手の奥の方に座っている、ちょっとこう、豊かな、あの、退学をした、えー、ご婦人がですね、座って新聞みたいなのを読んでる。この人が大変ちょっと、 えっと、あのー、注目されるっていうか目を引くんですけどね。まあ、これちょっと、この後僕は全部ネタバレをしちゃいますけど、この人は、えっ、ー、と、アンニーナなんですね。で、明らかにこのアンニーナなんですけども、えっ、ー、と、オペラトラビアータのこのアンニーナという人は、えー、原作の中でプルデンスというのが出てきて、この人と、アン、まあ、ナニーヌっていう人の、 二つのキャラクターを合わせたものが、このアンニーナっていうものになってると思うんですけど、これはどういうことなのかっていうと、その、まあ、ツバキメ、あもうこの、ビオレット・バレリーですね。で、その原作の方では、マルゲット・ゴーティエですけども、っていうのは、えっ、ー、と、高級娼婦なわけですよ。クルティザンナね、娼婦です。はい。高級とはいえ、娼婦なんですけども、その娼婦の、やっぱり、同じ娼婦をしていた。それでそこをもう、 あの、もちろん年齢が経ったんで、えー、引退したのが、この、えー、まあ、ちょっと今正確に思い出したんですけど、まあとにかく、まあこのアンニーナだというふうに僕は思うわけですね。なので、で彼女が要は全てのことを知ってるわけです。その、 ヴィオレッタのことをですね。だからいろんなことを彼女のまあもちろん病気のことも知ってるし、彼女に化粧をしたりとか、彼女の服をいろいろ、あの、脱がせる手伝いをしたりとか。だから彼女は一番最後のところまでずっといるわけですよ。ね。彼女の手を借りながら。だからこの人は、えっ、ー、とまあある意味で言うと、ヴ、え、ィ、ー、オレッタの影みたいなところでもあるわけですよね。というのが、この中ではうまく取り入れられていて。あともう一人、その、ヴィオレッタの 家の、まあ、ジュゼッペっていうのと、が、まあ、本来いるんですけども、その人ではない別な人がもう一人いてですね、この人も大変重要な働きをしています。はい。というところが大変に面白いところですね。えー、なので、えっと、その、その人たちが、すなわちそこに何を表しているかと、現実ですよ。現実。で、だから、ビオレッタは、えっと、 基本的にその最初不祥をしていて、みんなの注目を集めているわけですけども、アルフレードと出会ったことによって、えー、そこからこの自分の希望の世界に生きようとしていくわけですよね。夢の世界に。これはだからアンモーレと言ってもいいかもしれない。そこのところに生きようとするわけですけども、それと、現実のバランスをとっているのが、この今言った二人なわけですね、えー。人間ってこの夢や希望だけで生きていけないですよ。何が必要かと。お金が必要ですね。えー で、やっぱりそこの、いろんなものをこの、切り盛りしていく、ええー、あの、ところっていうのが、それが必要で、まあ、多くの場合、あの、ビオレッタがそういうこともやってるって感じなんですけども、でもこれは、あの、デュメフィスの小説を読んでいただけば分かるんですけど、やっぱりそのあたりの、ええー、現実的なところで、えー、その他にも人物がいてですね、そういう人たちとの、ええー、絡みみたいなことで、ドラマっていうのはやっぱり熱さを増していくところだと、この人は、ええー、と、 このシュバディエさんはね、そのあたりのところを、このデュマフィスの世界っていうものを、えー、ベルディの世界を壊さずに、えー、とうまく表現していると思うんです。ここが僕は大変に素晴らしいと思ったところです。はい。あの、そこは僕も、あの、本当に勉強になりました。ある意味で。やっぱり、その、えー、小説の原作の世界に近づけるということで、そのオペラのところを、 まあ、いじっていくことはいくらでもできるんですけども。で、まあ僕もそういうことをやったことはいくらでもあるんですけども。ただやっぱりその、オペラはオペラでそこに、あの、成立をしている、そのバランスを取れているそのものっていうのがあるんで、やっぱりそこを、できるだけその、その、いじらないでやるってこと、これ大事なんじゃないですか。で、実はこの上演はですね、だからすごく変わった、えっ、ー、と、アプローチであるにもかかわらず、 えー、音楽的にはほとんどまあカバレッタのところでガクッと出す前にちょっと、えー、そのビオレッタやアルフェッドが歌わなかったりするようなところはありますよでもあの音楽的にはー、OK、的にはもうずっと流れているしあの繰り返しみたいなところもやってるし特に、えー、と1幕の「えー、ア・フォセルセ・ルイ」の2番のところであるとかあとその3幕のところですね「アディオ・デル・パッサート」の 二番であるとか、そういうところが、えー、やられているのも大変す、あの、意味があることで、ここのあたりってのは、本来絶対にカットで、すべきでないところだと僕は思うんですけども、あとはやっぱり二幕のアルフレード、ルンジェラ・レイの、えっ、ー、と、カバレッタの部分ですね、ここのところと、あと、特に、えっ、ー、と、 やっぱり、ここもかなり、あの、ちょんぎられちゃうところなんですけども、ジョージュ・ジェルモンの、えー、2幕1番のおしまいのところの、えー、カバレあの、ディープロベンサイマルイ・ソウルのカバレッタの部分ですね。ここのところも大変重要ですね。そこのところもしっかりと、えー、全部やられてます。それすごいです。それで、えっ、ー、と、そのことに関して言うと、だからその、えっ、ー、と、一番と、まあ、ある意味で、これは、だから、そういう、まだ、えー、大シェーな、大、大、 カバティーナカバレッタ形式の中で作られてる作品なんで、その形式があるわけですけども、例えば、センプレ・リーベラーも、えっ、ー、と、1番があって2番があるようなところがあるわけですよね。で、その2番になってくるところの意味みたいなものが、この演出の中では非常に、あの、意味合いがあって、ただ単にこの、えー、ビオレッタが歌いまくってるって感じじゃないようにしてるんですね。 そこもすごいと思いました、本当に。だからそれは全曲をやってるからこそそういうアクセントがつけられるってところでもあるわけですね。ここもね、僕はちょっと、あの、ものすごく、ええー、なんていうのか、自分の中で、ええー、あのす、すごく、ま、あ簡単に言うと勉強になりましたね。うん、すごいと思いました。はい。ええー、まあ、 ま、あこの、これを見てですね、特にこの、やっぱりナタリー・デセイっていう人の凄さっていうことについて言っても、キリきりがないし、皆さんもよくご存知だと思うんで、僕はそこはあえて、なんだかんだ言う必要はないんですけど、これって、1幕をやって、2幕の1番までが多分投資で上演されてるんですね。で、その一幕の1幕の後に休憩があって、2幕の2番と3幕のところが投資になってるんです。この1幕のおしまいのところのこのダイアリアがあって、 で、で、二幕のところに入っていくと。まあ、アルフレイドのアリアもありますが、実際には、この間も、えっ、ー、と、ビオレットはほとんどずっと舞台に出て、し、居わよくしてるんですよ。だから、そういうことを考えても、まあ、体力的にも本当にすごいと思います。二幕の方も二幕二場のところの、まあ、お札投げられて、えー、大根チェルターとかあった後から三幕のところ。これ、正直言ってこの、まあ、ある意味の一種の読み替えな、読み替えというか、だからその、 高級少婦が肺を病んでいてっていうことが明らかに見えるというよりは、そ,のそういうドラマを演じているというところの、えー、舞台裏にいる人の話ってことなんで、この、最後の肺を病んでなんとかとかいう死んじゃうっていうところがね、どのような形になるのかなってこれ大変ちょっとだんだん興味が出てる。でもそこのところをですね、あの、非常にうまく、えー、やってますね。そこはすごいと思いました。だからこの人が、まあ、ビオレッタがですね、まあもう本当に 消耗していく、自分のエネルギーをすり減らしていくところがよくそこに見えていますね。あと、えっと、僕がすごくすごいなと思ったら、このメイクはですね、まあ、ほとんどノーメイクのような感じにみんなこう見えるような感じでやってるので、もちろんメイクしてると思うんですけども、あの、ただこの、デュセイがビオレッタの時にこの目のここの下のところにですね、この金色のこの何かをこうやってて、 これがまあ、アクセントになってる。これが一種のこのマスケラなんです。マスケラ。えー、だから仮面なんですね。仮面で使われてるんですけど、これを三幕、えー、になるところだったと思うんですけこのところでね、このさっき言ったアンニーナが、この彼女にこの、なんかちょっと、まあ、金色に見えるんですけど、このメイクを施していく場面があって、ここがね、すごいと思いましたね。なんか、その、そういうイメージというか、これが僕はすごいと思ったし、それで、 それをされながら、だから彼女が必死に生きようとしていて、それでビオレッタがそこの中でこう泣くんですね。泣いて、本当に目に,目にこの涙がガーッと出てきて、それでその、えー、今がこう昼かも夜かもわからないっ今は何、いつ、いつ頃なのみたいなことをしていくっていうところの、そのテキストの、とそのドラマの関係って、その、えー、役者のその表情、そこのところの結びつきみたいなもの、 これもすごいと思いましたね。ということでね、この、えーえー、演出のもう一つの、これすごいと。だからさっき言った音楽をいじってないっていうところで、もう一つは、テキストに本当に忠実なんですよ。だから、もちろんその、えー、な,んなんですかね。まあでもほとんど忠実ですね。だから、やっぱりそこで嘘がないっていうか、何かのついでに言ってないっていうか。で、その、一つ一つの言葉への本当に、畜語的なこだわりみたいなものが、 すごくあって、そこは、やっぱり僕はもうものすごいなと思いました。えー、あの、これは、ちょっと、僕も、もっと、本当に、勉強、簡単に言勉強しなければならないな、みたいな。いや、すごい。あの、でも、もうもうトラビアタムの何度もやってるんで、そういう意味で、あ、まあ、す、もう、すべても、もちろん自分でわかってると言えばわかってると言いえふうに言えるんですけども、ただ、これを見て、 やっぱりもっともっとこう、やれることはあるんだなって思いましたね。いやーすごかった。あともう一つすごかったシーンで言うと、えっ、ー、と、2幕2番のフローラの夜会のシーンの最後のところですね。ええー。まあ、ここのアルフレード、フローラの夜会にアルフレードが来るところの流れも非常にこうお、もう考えもつかないようなあれなんで面白いんですけども、それでまあアルフレードがまあ、 狂ったように酒を札を投げたりして、その後まあ、その、ビオレッタをそのまま、この、えー、押し倒してですね。で、その前に彼がそこの後ろの方に、ビオレッタ、トラビアータって書いてあるの、もうこれすごいですよ。この、この意味、意味がね。ビオレッタ、トラビアータ。これはだから、ビオレッタは勝負なんだって言ってることなわけですよね。で、で、そこに、アルフレードが、その、えー、ビオレッタのところに、 もっとさらに彼女が、こう、そこのとこから、こう、打ちのれて起き上がってきて言おうとしているところに、ジョージ・エジルモンが、えっ、ー、と、えー、ビオレッタを息子の方から遠ざけていこうとすることをする。ここが、まあ、ひどいんですけど、でも、通常僕はこの、ちんコンチェルタートなんで、この、みんな立ち尽くして歌ってるんですけど、<laughs> すごいと思いましたね。あくまでもこの父親は息子のことをそこでこう守っていく。その、というか、その前にビオレッタと果たしたこの約束事をそこで守らせようとしていくっていう、この、もう強力な、これこそがやっぱりこの悲劇を読んでる大きな、世界の中におけるこの倫理と、人間のこの生きていく上での人、時にこう倫理と対立しなければならないっていう、 そのあたりのいろんな意味でのですね、ええー、ものが現れた瞬間じゃないかなと思いました。ええー、今日は、えっ、ー、と、このナリー、ナトリューセーが出ている、ええー、ジョン・フランソワ、えー・シュバディエの、ええー、DVD について紹介しました。それでは皆さん、良い一日を。